皆さんこんにちは 2ビットコイン n f t ゲーマースプランです。今日はですね、ステップ、異例、ソラナの靴がエアドロされた件について解説していこうと思います。今日出てくる新しい用語の意味、そしてスプラン自身も驚きました。その新しい用途がわかる。そんなところを伝えていければいいかなと思ってサクッと撮っていきます。今日も行きましょう。はい。というので、ステップのね、運営さんからね、こんなツイートがなされました。エアドロップタイムって書かれて、まあスニーカーのエアドロップがあったんですよね。で、これがどんな人に、 ドロップされたかとというとサーガのバッチ持ちですでこのサーガというのはソラナモバイルの第一弾なんですよね。でこのサーガのバッジを持ってる人がステップンのねこのアカウントと紐づけて このね、ソラナモバイルとのコラボの靴のラッフルに参加していたら、このバッジがもらえたんですよね。で、このサーガジェニストークンホルダーズっていうこのバッチですよね。持ってる人に対してスニーカーが全員にエアドロップされましたよ、みたいな感じです。ちなみに、このサーガというのはね、今年始まったね、このチャプター2っていうね、第2弾のソラナモバイルではなくて、その前の第1弾ですね、前回のバブルぐらいの時に出てたやつね、これを持っていた人ってことになります。はい。で、まあね、そこはそうな なんですけどこのバッジを持ってる人、エアドローガードですけど、その文章を見てみましょう。コープランディドソラノモバイルソウルバウンドスニーカーとエブリサーガバッジホルダーとか書いてますね。ソウルバウンドって出てきますね。で、SBT? にゃんそれと思ってる人がいると思います。とね、今日はですね、この用語、用途、そして今回のこの SBT の面白さですね。普段解説しているものと違うところも出てきたので、そこについてお話ししてみようと思います。このソウルバウンドトークはですね、スプランがいつも NFT ゲーム重要単語を 44線の中でもね出している重要な単語の一つでございますでこのソウルバウンドはですねソウルですねこれソウルって魂って言うじゃないですかまあいわゆるブロックチェーンに刻むような情報が一つのウォレットに、ね、バウンド結びつけられたというようなものがこの語源になっていますねでこれはま特徴として他の人ですね他のウォレットに渡すことができないよすなわち送られてきたら終わりだよみたいな感じですね今回みたいにステップの靴が送られてきたらそれで終わりですよみたいなことですねでこれは売買不可能ですね なので、転売が排除されるよみたいななことになります、すでまあ、これは主にね、NFT、今回みたいなものに対して使われるんですけど、これ元々はね、MMORPG のワールドオブワークラフトでね、お馴染みのものなんですね。発想としてはもうすでにあるものなんですけど、まあ、それが NFT に関しても使われてるって感じですね。で、あとはこの SBT、転売できないだけではなくて、SBT は自慢できたり、証明書にもなったりするよねって感じですね。まあ、例えばなんかのイベントに参加した時に配られたり、まあ、どっかに寄付し たた時に、ね、配られたりある人数限定のバッジだったりとかね。まあ、あるいは何かの、ね、ゲームでね、トップの人だけに、まあ、渡されるものだったりね。そんな感じで自慢できたりね。あるいは、えー、と証明書になったりです。何々高校の卒業生ですとか、まあ、運転免許の資格を持っていますとかね。まあ、すごい未来の話になるかもしれないけど、そういうことができるかもしれないよねっていうのが、このソウルバンドトークンのすごいところなんですよね。 で、今回は、それと違って、また新しい扱い方をしているな、というふうにスプランは感じました。というのも、この売買不可能、あと自慢したり証明書になったりするというのに加えて、これお試しチケットとして機能しているよね、というのが今回のスプランの新たな発見ですね。はい。皆さんもうそんなこと当たり前だよと思ってるかもしれないけど、スプラン自身は新しい発見でした。で、これは、本来価値が持っているチケットを、チケットの機能は生かしたまま、売買不可能、すなわち金銭的な価値は消 殺しししした状態にててていいいいるるよねっていううののがここ試しチケットとととと機能できるというところだと思いま,すまあ、どういうことかというと、今回のステップだと SBT の靴が配られました。で、この靴で歩くことができます。で、実際に稼ぐことができると思います。で、歩いて稼ぐことができるんだけど、靴の売買はできないよね。いつもね、フロアプライス 150GMT とかね、200GMT で売るとか、そういうことができないよっていう、まあね、そんな状況を作り出してるというのが、今回のこの SBT のすごいところなんじゃないかなというふうにスプランは見て そして、このステップの SBT を配布した運営の意図について、ここからは考えてみましょう。で、サーガーを持っているようなクリプト子さんの人たちですね。彼らをステップに呼び込もうという意図があるんじゃないか。それは皆さんも思うところなのではないでしょうか。で、これ、サーガーを触る人は、もちろんソラナモバイルっていうぐらいで、ソラナに慣れ親しんでいる人が、まあ、すでに触っているものなんですよね。まあ、なので、彼らがステップに入ってきやすいというのはもちろんあるんじゃないかなというふうに思います。であとは、イーサチェーンですよね。 ね。過去を見ると、イーサリアムチェーンもベーシーですよ。これは猿の NFT を持っている人たちに似たようなことですね。まあ、この場合はシューズボックスだったんですけど、それをプレゼントしましたよね。で、あの時は、そのシューズボックスを売買できたので、当時2.5イーサーとかさ、そのぐらいで売買されてましたよね。そんな感じだったんで、まあ、反省を生かした形なのか、今回は SBT の形式を取ったよという形だと思います。はい。というので、今日のまとめでございます。いかがだったでしょうかまさかね、ステップの運営がね、本当に SBT 使って てくると思ってもいませんでした。で今回の SBT の使い方って一般的ではない気がしていて、でも非常にうまいものだなっていうふうに思ってスプラン自身学びになりましたね。はいで、ね、今後もね学びつつ NFT ゲームの波出来事をこのチャンネルで一緒に楽しんでいければいいかなと思うのでぜひねこのチャンネル良かったなという方は高評価まだの方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルはですね情報立ち回り知識稼ぎなどを配信しているチャンネルになっています。Twitter のね X の方も合わせてどうぞ登録よろしく よろししくお願いいたますはい、というので、最後に宣伝でございます。今日の途中で出てきたメールマガ読みたれということで、完全無料5大特典プレゼント。こちらに書いているものを配布しています。これは完全無料でいつでもやめられるメールマガになっていて、えっと、概要欄のところから登録することができます。すでに470名以上が登録くださっていて、もう日々登録者が増えてきて嬉しい限りです。このぞこちらもよろしくお願いします。そんな感じで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。本日も再 ご視聴いただきありがとうございました。では,では。